よろしい、数対象でございます。今日はね、9月2日木曜日ですけども、9月2日はね、急に牛乳の日ってことでね、牛乳の日でございますけどもね、毎朝牛乳飲んでおりますか？うん、牛乳飲んだらね、骨太にもなるしね、大きくもなるんかな。まあいろんなところは大きくなりたいですよね。何の話かな。まあ、対象自身は、ビッグになりたいでございます。はい、というわけで今日の番組メッセージテーマはこちら。今日のテーマはいい人話、あなたの周りにいるいい人エピソードを教えてください。はい、というわけで皆さんからのね、番組メッセージテーマへのご参加お待ちしております。それから音楽居酒屋一曲入魂、こちらへもね、あなたの魂こもったリクエストお待ちしております。それじゃあね、今日は大将とおうち時間過ごしましょうか。さあ、大将とおうち時間やろ。何すると？そうね、トランプしよっか。ババ抜きね。トランプやめ、もうやめややめ、もうね、トランプはもうね、ジョーカー引いたけんがやめです。はい、じゃ次はアイス食べよう。よいしょ、おいしいね。え、食べんとアイス。ん？おしいと？じゃあ口開けて。はい。あーん。あー、ぐんない。ここで大将のグダグダ謎かけ。不器用な男の初デートとかけて夕立ちと解きます。その心はどちらも急に振られやすいです。よかよ、それでも頑張ろうみんな。以上、大将でした。